皆さん、こんにちは。渋垣隊解散後も、もっくんの愛称で親しまれる元木正弘さん。おむつを手放せない現在を告白で涙が止まらない。今日は、元木正弘さんのことについて紹介します。まずは、元木正弘さんの経歴とプロフィールから紹介します。元木正弘は、日本の俳優、司会者、元歌手、元アイドル、かつてジャニーズ事務所に所属しており、男性アイドルグループ渋垣隊の元メンバーである、所属芸能事務所はジャニーズ事務所、個人事務所、メンズアート、1965年、埼玉県桶川市に誕生。父が農業高校時代の卒業文集を眺めていて、たまたま目に留まったな、正弘を命名した。1981年、TBS ドラマ、2年 B 組千八先生でデビュー。他に薬丸裕秀、深川敏和、三田寛子も、このドラマでデビューしている。1982年、アイドルグループ、渋垣隊のメンバー、もっくんとして、深川敏和、薬丸裕秀と共に、シングル、ないない16で歌手デビューし、たのきんトリオに続く3人組のトップアイドルに、同期に、小泉京子、堀ちえみ、松本伊代、早見優、石川秀美、三田寛子、中森明菜、新田純一。1988年渋垣隊を解体後、俳優活動を開始。翌年、ファンシーダンスで役に合わせて帽子頭で挑み、映画初出演ながら渋垣隊のイメージを覆す演技を見せた。俳優として本格的に活動し、映画、四股踏んじゃった。大河ドラマ、徳川慶喜など主演した作品がヒットする。1991年、篠山紀信撮影によるヘアヌード写真集、ホワイトルームを出版する。また1992年、ソロとして初出場した第43回 NHK 紅白歌合戦で、コンドームを首からぶら下げた衣装や、臀部を見せるパフォーマンスをサプライズで行、物議を醸した。しかし、この演出は、エイズ撲滅のメッセージが込められていたという。1995年、内田彩子と結婚、海外の映画賞を取材する番組に、内田が通訳として同行したこともある、彼女が17歳の時にプロポーズした、婿養子となり、1997年に長男雅楽、1999年に長女キャラ、2010年に次男、源との賛辞を設けた、企画を自ら持ち込み、主役も務めた、送り人が、2009年にアカデミー賞外国語映画賞を受賞している。アカデミー賞のレッドカーペットでは、インタビューに英語で答えた。この映画での活躍等により、2009年3月20日には埼玉県民栄誉賞を受賞している。そんな元木正弘さんが紙おむつをしていたという噂があるようです。この真相について調査してみました。皆さん、元木正弘さんがおむつしていたという噂を耳にし、驚いているようです。元木正弘さんがおむつしていたなんて信じられませんよね。この噂は本当なのでしょうか？本当だった場合、なぜおむつをしていたのでしょうか？真相を調査してみました。元木正弘さん自身がおむつをしていたと公表しているわけではないので、真相は不明となっています。ですが、3つの理由から元木正弘さんがおむつをしていた可能性は高いでしょう。1. 妻内田彩子さんが毎週おむつを購入している。元木正弘さんの妻内田彩子さんが毎週火曜日におむつを買い出ししている様子が多数目撃されているといいます。内田彩子さんの父内田裕也さんや母キキキリンさんが同居していれば、お二人のために購入していることも考えられます。2001年には内田彩子さんのご両親と同居生活を始めましたが、2012年に長女の留学をきっかけに元木正弘さん一家はイギリスロンドンに移住しています。そしてキキキリンさんは2018年に癌により死去。その半年後には内田裕也さんも後を追うように亡くなっており、ご両親はすでに亡くなっています。となると内田彩子さんが購入していたおむつはご両親のためではないということになりますね。元木正弘さん一家は2012年にロンドンへ移住し、現在も拠点はロンドンとなっています。そのため、
元木正弘さんのご両親のためにおむつを購入していたということも考えにくいでしょう。さすがに10代と20代の子供たちがおむつをしている可能性はかなり低いので、やはり元木正弘さんのために購入していたのかもしれません。2、関係者による証言。これはヤフー知恵袋に載っていたある関係者による証言です。もっくんは当時スタッフの間でかなり有名でしたよ。おむつしてましたから、やられすぎて漏れてたので、スタッフが撮影時洗うの大変で、だから大御所の娘とご結婚され守ってもらったのでしょう。それでも一時的にほたされたみたいですね。てか売れるためにはみんな身体を売るのは当たり前の世界です。韓国なんてもっとひどいし、女性アイドルなんて枕してなんぼでしょうから、夜の世界同様そんなに甘くないです。情報源がヤフー知恵袋であるため、本当に当時のスタッフだった人物が書き込んでいるのかは分かりません。ですがあまりにもリアルな表現に信憑性が高いように感じてしまいます。この証言が本当であれば、結婚する前からおむつをしていたことになりますね。3、本人が否定していない。現在かなりの勢いで広まっている元木正弘さんのおむつ疑惑、 SNS でもネット上でも多くの記事や投稿が見受けられます。それでも元木正弘さんは一切否定をしていません。事実無根であればきちんと否定するはずです。元木正弘さんは自身の SNS アカウントを持っていないため、発言する場がなく否定できない状態であることも考えられます。ですが放っておくとおむつのイメージがついてしまうので、メディアへの出演の際や公式サイトからでも一言否定することぐらいはできるでしょう。それをしないということは、やはりおむつをしているという噂は本当なのかもしれませんね。元木正弘さんは若いうちからおむつをしていたようですが、その原因は子ジャニー喜川氏であったと言われています。現在ジャニー喜川氏による加害が問題となっていますが、元木正弘さんもジャニー喜川氏から被害を受けていたようです。無理やり肛門を傷つけられた結果、神経を傷つけたりすることで排便障害が生じることがあります。排便障害になってしまうと便が漏れてしまうため、おむつ生活が余儀なくされてしまいます。排便障害には薬物療法や理学療法、手術療法などいくつかの治療法があります。元木正弘さんの場合は若い頃に排便障害になってしまったようなので、恥ずかしくて病院に行けず適切な治療が行えなかったのかもしれませんね。元木正弘さんはジャニーズ事務所の元所属タレントです。彼はジャニー喜川さんからの被害を告発しました。平本淳也さんもジャニーズ事務所関連の加害問題についての活動をしている人物であり、彼の意見や証言も取り上げられています。元木正弘さんによると、未成年の頃ジャニーズの合宿所に出入りする機会があり、そこでジャニー喜川さんから不適切な行為をされたと告発しています。彼はジャニー喜川さんから不適切な行為を受け被害を訴えました。この事件についての報道はメディアでも取り上げられていますが、一部の報道では真剣に取り上げられず、被害者の声が十分に伝えられていないと批判されています。一部の報道は被害者を無視したり、事件の重大性を軽視したりしていると指摘されています。またジャニーズ事務所や関係者からの圧力も報道されています。ジャニーズ事務所は長年にわたりメディアに圧力をかけてきており、報道の自由や被害者の声を封じようとしているとの批判もあります。この事件はジャニーズ事務所のイメージに大きな影響を与えています。多くの人々がジャニーズ事務所の内部の問題や被害の実態について関心を持っています。今後の展望としては、被害者たちが納得できる処置が取られることが望まれます。またメディアや関係者が真摯に向き合い、被害者の声を正当に伝えることが重要です。さらに今回の事件を教訓に、同様の被害を防ぐための啓発活動や保護策の強化も必要です。元木正弘さんはジャニーズ事務所の元所属タレントであり、ジャニー喜川さんからの被害を告発しました。彼は未成年の頃ジャニーズの合宿所に出入りする機会があり、
そこでジャニー木川さんから不適切な行為を受けたと訴えています。具体的な行為として体のもてあそりやキスなどが挙げられています。元木雅宏さんの告発により他の被害者たちも声を上げるようになりました。彼らもジャニー木川さんからの被害を受けており、同様の経験をしていることが明らかになっています。被害者たちは元木雅宏さんと同様にジャニーズ事務所の圧力やメディアの無視に悩まされてきたと訴えています。元木雅宏さんや他の被害者たちは事件の被害を警察やマスコミに訴えましたが、十分に取り扱われなかったと主張しています。警察やマスコミの対応が不十分であったため、被害者たちは長い間沈黙を強いられ、真実が明るみに出るまで時間がかかりました。メディアやジャニーズ事務所への抗議はこの事件により高まっています。被害者の声が真摯に取り上げられず、事件の重大性を適切に伝えることができなかったことに対して批判が集まっています。メディアとジャニーズ事務所に対して被害者を無視せず公正に向き合う姿勢を求める声が広まっています。元木雅宏さんの被害告発事件は被害者の声が社会に届くことを示す重要な出来事です。この事件をきっかけにジャニーズ事務所の圧力や問題の深刻さについての認識が高まりました。被害者の保護と支援、メディアとジャニーズ事務所への抗議、啓発活動の重要性などが浮き彫りになりました。社会全体でこの問題に向き合い、二度と同じような被害が起こらないようにするために取り組む必要があります。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。